いや、俺、厳選とか全部 XR でやったから、多分それで、こっちのプレイ時間そんな長くないんですよ。115時間、なったらだらた、生きた、弱いからと、モランド。さあ、ポケモン預けるで。ケロ松めっちゃおるから。これ交換に出して。で、欲しいポケモンをハーヒーと入力で。ブイゼル。ああ、性別がして、まあ、できたらメスで。よし。え、なんで？え、なんでエラー出た今。え、これ本体交代しなあかんの？行使せなあかん？これ絶対に。それってそもそも潜る前に出ない？メッセージがあかんかったんかな？え、でも、本体更新ってその前に出るはずやろ、絶対に。もう一回やってみる。V0 終わり。やっぱいけた。あのメッセージあかんかったんかな、もしかしたら。親名が不適切、俺もそれ無理やん、俺。はい。よこせがあかんのか、じゃあ。これうぜえな。え、じゃあ行くで、これ。ケロモスの様子見る。早えな。これが王の源泉よ。お、しっかりメス。しかも何これ、ゴブイもしかして。分かってんじゃん。まあ、ゴブイぐらいでも別に珍しくないからね。じゃあこのブイゼルと、このケロマツじゃあちょっと、やらせるわ。このリーダーちょっとやらせるわ、俺。今から。で、まあ、一回飛ぶか。空を飛ぶで。あ、間違えた。
厳選場所どこやったっけ今回。どこでしたっけ、ここでしたっけ、最有機やったっけ、ここやったっけ、バトルリゾートここか、これか。いや、多分あんまりこっちで厳選作業やってないからな。不慣れな点があるかもしれませんが、皆さんね、ちょっと、その辺はね、ちょっと、多めに見守っていただいてね。これ、孵化作業ってやっぱワクワクするよな。あれってか、ブイゼルって、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ブイゼルってさ、遺伝技なかったっけ、ドロポン遺伝技じゃなかったっけ、ドロポン使えてんだけど、ブイゼル。フローゼルって。あれレベル技ちょ、そこだけ確認。まあ、今じゃ、ググるわ、もう。普通に覚えるそうなの、ちょっと待って、調べる、そこは。ブイゼル。ああ、覚えるわ、レベル技やった。45か。あざっす。まあ、ドロポンだけでいいのかな。ドロポンだけでいいか。卵技で。まあ、スイープビンタとかいらんしね。連続切りもいらないし、先取り。先取りはちょっと、まあでもいらねえや。じゃあ、遺伝技もいらないということで。で、まず、こいつに変わらずの石。変わらずの石、誰か持ったの俺。誰からも出してんのかな。あれ、変わらずの石がない。あった？預けてるのかな、ひょっとしたら。え、今あった？嘘。まあ、嘘。あいうえお順序直すか。ちょっと待って、並び替えするわ。並び替えどうや、これ？あ、あったもん、ほんまに。で、ブイゼルが。赤い糸。赤い糸。あ、これで、あと問題ないよね。で、ID が違うから、多分、まあまあ、生まれやすくなってるはずやし。これで ID 違いで、なおかつ種類も同じやったらね、もうめっちゃ生まれるからね。バンバン生まれるから、卵。で、ここなんだよな。俺今13万しか持ってんの、俺。お前二度とポケモンやらないって言ったよな。配信やめろ。お前にポケモンやる資格がない。は、俺そんなこと一言も言ってんだけど。俺言ったっけ俺そんなん。いつ言いましたかね。あれここじゃなくない、でも厳選場所って。あ、こいつか。確か、しかもこれあれなんだよな。なんか、木押しっぱなしでいいんだよね、これ。あ、今、毒クラゲの鳴き声がした。多分これで木押しっぱなしでいいんでしたっけ？
今俺重力の上しか押してない。今重力の上しか押してない。これドゥルドゥルデッテルドゥルドゥルデッテ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 ルドゥルデ早く埋めお前はよ。丸いお守りか、持ってないからな。今の満タインの鳴き声やな。全然出ないんやけど、いつ産むねん、マジで。あれマジ埋まらなくない？これ種なし種なしやったん。俺丸いお守り持ってないプレイ。でも確かね、産んだらね、このガキがこっち向くはずなんだよね。だからずっと向こう向いてるから不妊症ちょっと笑えないやろそれ。あ、来た来た来た。早くよこせよ、お前は。これな、もし俺のフレンドって人いたらさ、でもいねえか、今。もう、だいぶ古いもんな、この 3DS のフレンド。なんか、卵孵化パワーとか使ってほしいんだけど、使ってくんないですか？でも今、ログインしてんのが一人しかいないんだよね。あ、来た来た来た。大パワーで。フカパワーみたいな。あれ、てか自分もオーパワー使えるはずやんな。自分もさ、オーパワーが使えるはずやねんけど、これやろ。まあでも、まだ使わなくていいか。もったいないわ。もう今度またね、会員限定でね、募集しますか。フレンドを。早く丸ねえかな。雑談してくれ。雑談しても話すことないもん。うん。なんかポケモンやるよ。だから俺東海駅で復活するよ、俺またポケモン。うん。俺頑張るよ。頑張る俺。ポケモンまた頑張るからさ。ウルガモスが炎の柄じゃない。そんなことはないやろ。はい、炎の体、オッケー。ちゃんと。高田さんがさ、彼女と別れたって言ったけど、何、彼女さんのわらしさんでしたっけ？わらしさんのブロマーがあってあれ本物なん？俺呼んでんけど、ちょっと。もう、なんか無理です、みたいな。あれ本物なん？あ、うんだ。わらしさんも何かやってる人なの？そのブロマーがあるとかによるとなんか、DV です。ありがとうございます。卵孵化パワー、孵化パワーありがとう。あ、てか、ログインしてくれてる、なんか。何人か、ありがとうございます。助かる、これ。なんか、DV 、高速がやばいとか。
だから高橋さんそういうイメージないんですよね。むしろなんか女性が嫌いみたいな。むしろ高田さんの方がさ、束縛されるみたいなイメージがあってんけどさ、逆やねんな。あ、海寄った。今オーパーあげたら俺だから感謝だ。あ、ありがとうございます。オーパーくれた人ありがとう、マジで。お、早っ。早速一匹目ですよ。だ5分に1回メールはちょっと引く。あれはマジでちょっと引くな。まあいいんじゃないですか、高橋さんは。ねえ、やっぱそれで、それを機に、まあ新たなまた人生を歩んでいけば。まあ一応でも厳選、ある程度ポケモンによってはね、レベルが、1の段階で推測できるってなんだけど、もう一発目で 6V とか来ないかな。まあ、2匹目生まれたらちょっと見せに行くか。俺なんかあんま1匹ずつね、あのね、こだわりチェックするの好きじゃないんですよ、めんどくさいから。ある程度分けて。どのオーパワー、深パワー。でもなんか、なんか知らんけど、まだモコウとフレンドやみたいな人がいたらね。いいえ。タタ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 。ちなみに、あの、常にポケモンが生まれた瞬間やエンカウントする瞬間に、あの、8192分の1で色違いとなって現れてくるんで、まあ、仮にもし V ゼルの色違いが生まれたらそいつ使うわ。まあ、色違いもし出るんだったらね、ヘルガーで来てほしいねんけどね。常にそのゴッドの確率でね。8192分の1の確率で、色違いが出てくるから。あ、今いろいろと俺、あ、来た。国際負荷とかでもなかなか出ないぐらいだからね。改造生主に一言。いや、改造はでもさ、改造はなぁ、でもな、よくないよなぁ。え、今の色違い確率って上がってんのやったっけ？なんか上がってる説もあるよな。じゃあ、あ、ちなみに全員メスだな。まあ、多分素晴らしいやと思う。はい、まず H がない時点でゴミ。A, B, C, D。はい、カス。はい、カス。A, B, C, D, S。あー、悪くないけど H が欲しいな。B 抜けはまあ妥協する。B 抜けは多少は。H, A, B, D, S。あー、C がないゴミ。赤ちゃんポストにあげ、ちょっと相関するか。まあ、てか、まあ、一回は分けとこ。生まれたやつは、すぐに捨てずに、まあ、ちょっとボックスの中に、落とし込んでいくか。ボックス6、まあ、ちょっとここに名前かめって書いておく。負荷。まあ、正直言うと 4V とかやったらもう即逃がしていいな。で、こいつのやったっけ？ C 抜けやったっけ？まあ逃がしていいねんけど、まあ、一応、5V ぐらいやったら、ま、使い道はあるだろうということでね。4V 以下はもう、問答無用で逃がす。あ、まあでも深余り、そうだな、深余り一応残しておいてもいいのかな。でもそん、
あのね、B 抜けで、なおかつ、まあ、理想を言えば 6V がいいねんけど、B 抜けで、まあ、B がまあ20以上あればいいかなって、あと V で。うん。デルビルとブイザーがまあそんな感じかな。俺食いに行ったラーメンでもあれは美味しかったよ、普通に。あれはめっちゃ美味しかった。はあ。あ、捕獲、いや、捕獲パワーはちょっといらないんですけど、ちょっと負荷パワーを入れ上げると、まだ今手元に2台しかおらんからな。来た。あのラーメンは味噌味でした、味噌味。ちょっとピリ辛の味噌味。あのラーメン自体は3800円。うん。食べきれたら払わなくていい上にただ。じゃ払わなくていい上に5万もらえるっていう、そういうシンプルなチャレンジ。はぁ、生まれねえよ。いや、貸し切りじゃなかった、あの時は。あんまり、だから人が混まない、混雑しない時間帯に行って、お昼過ぎぐらいの時間に。だから俺が撮った後すぐに普通のお客さんと帰ってきたしね。いや、でも、芸能人の、何？ギャル曽根とか、城田さんとか、その辺って、なんか本当に普通にもう行くん、い、普通に完食すんねんて。あの量を。もちろんスープまで飲んで。だからあの人たちって、要はだからもう体の構造が違うっていうか、その胃が伸びるっていうか、下の方に。体の空いたところに胃腸がさ、伸びるから、それで、なんかなんぼでも食えるんだって。そう、胃下垂っていうか、そうそうそう。やばいよね。あ、負荷パワーありがとうございます。これ思ってんけどさ、もうせっかちじゃないですか。なんかオスでいいのが出たらもうなんかそいつに変えてもいいんじゃない？ V ゼロ。そしたらもうどんどん生まれるし。それでいいやんな。オスの V ゼロ生まれたらそいつの親変えればいいや。てか今もしかしてオス生まれたんじゃん。あ、メスか。ちなみにね、確かブイゼルの素早さ出力値って85やねんけど、あれ90やったっけ、どっちやったっけ、85やったっけ。ブイゼルって85やんな、S 85か。出力値が85のポケモンのステータスって攻撃防御特防特攻素早さに関して言うと、レベル1の段階でもう UV かの判別できるんですよ。それは数値が7かどうか。無補正もしくは補正かかってる状態で、数値が7やったらもう UV 確定。レベル1の段階で。例えばカイロスの素早さとか、サボネアの攻撃と特攻とか、そんな、そうで、レベル1の段階で7やったら、あ、もしくは、加工補正の時に6とか、6やったら、もう、確定 UV。それ以外はもう29、1以下。だからこの V ゼルは、もうこのレベル1の段階で S が、もう V 確定。あ、てか今、負荷パワー使ってくれてるから、ちょっともったいないな、時間。H, A, B, D, S, R, ゴミ。
確保補正6は確定。いや、確定確定。いや、確定やで。いや、確保補正の6って確定やったはずやけど。種族値やで。種族値が85でやで。満タインが泣いとるな。あ、やべ、手持ちいっぱいだ。やばい。ちょっと待って、一回、まあ、負荷パワーちょっと使っちゃ、あ、まあ、効果切れたからいっか。オス来たー。あー、こいつはわかる。こいつはもうこの時点で素早さが S じゃないんで、じゃ V じゃないんで、ゴミなんだよなー。UV は、実、あの、レベル50時点の実数値で言うと、H, A, B, C。あー、でもこいつ 5V か。あー、でも母親がでも S 抜けやったからあかんよな、これ。もういいや、ちょっとまぁ、一応全部、預けていこう。レベル50の段階で SV って、努力値を全く振らなければ、一切同じ数値は。ただ4、だから要はだから、4、だから8ごと、4振り以降、8ずつ振った際に、差が出てくる。これでもクソ時間かかんな。もう1時間か、これ。ナイス、肩は、負荷パワー。うん、常識って言うけど、それがわからん人を見てるやろうから言ってあげてんねんげ。いや、だからね、V だと、レベル50時点の時点で、V の場合は、4振りで上がんねんけど、それ以降は8ずつ振れば、数字が1個ずつ上がっていく。え、もう手持ちいっぱいなん。V0 押す。いや、V0 は普通に、押すとメスで 50% ずつやったと思う。はぁ。まあ、負荷パワーがもったいないからちょっと使うか、全部。親が今、ケロマツと V0。色違いけえへんかな。あ、そうそう、奇数なら、そう、奇数、努力値、個体値が奇数だった場合は4分で数値が1上がる。で、それ以降は8ずつ。だから4、12、10、4、12、20、28って具合に、36って具合に上がっていく。で、そういう風に考えると、やっぱり252振った際に、V の場合は、伸びきるけど、U の場合って伸びきれないんで、U の場合の全部、努力値全振りって、252じゃなくて248なんですよ。